インド系南アフリカ人は、主に19世紀後半から20世紀初頭にかけて、イギリス統治下のインドから、現在の南アフリカ共和国にあたる地域に移住した、人々及びその子孫のことを指す。大部分は、ダーバン並びにその周辺に居住し、インド国外で最大の隠居コミュニティを築き上げている。20世紀初頭のイギリスによる支配下では、インド人は、 黒人と同等の人種として扱われていた。1948年から1994年までのアパルトヘイトシセでは、陰境は人口登録法の中では当初、カラードに分類されていたものの、後の法改定によってアジア人と呼称される独立した人種として分類されることとなった。 このことは政治意識が高く民族主義的な思想の持ち主である一部の隠居たちからは一くくりに非白人と分類されていた自身らの民族性が若干ながら尊重されるようになったとみなされた。それに伴い他の多くの隠居たちもインド系南アフリカ人としてのアイデンティティを意識するようになった。インド系としてのアイデンティティは 各々が異なる人種的背景を持つ隠居たちが差別に直面し続けた結果として同じインドにルーツを持つ者同士としての結束を唱えた政治的運動と異なる人種グループ間の地理的文化的な分断を厳密に成分化することにより民族ごとのアイデンティティの確立を奨励したアパルトヘイト政府によってより強固なものとなった年に 人口登録法は廃止されたにもかかわらず、白人、アジア人、カラード、黒人からなる4つの民族集団は、依然として強い人種的アイデンティティを持ち、自分自身や他の人々をいずれかの集団のメンバーとして分類する傾向がある。だが、1961年以来正式に1、国民として認められているにもかかわらず、陰境は依然として他人種からは、 外国人として扱われる場合もあり、より南アフリカ国民としての地位の正当化を図る必要性も唱えられている。インド人の貿易業者は1652年にオランダがケープ植民地を設立する以前から何世紀にもわたって南アフリカの東海岸で活動していたものと推測されている。長らくケープ植民地におけるインド人奴隷は 奴隷市場で購入されたものと考えられていたが、近年の研究では、その大部分は誘拐の被害者であることが明らかになっている。白人であるアフリカーナーも、その多くにインド人奴隷の祖先がいるものと推測されている。その一例として、アパルトヘイト撤廃に尽力した FW デクラーク元大統領は、自助伝の中で祖先の一人に、ベンガルのダイアナと呼ばれた。 インド人の女性奴隷がいることを明かしている。インド人奴隷は本名で呼ばれることはなく、便宜的にクリスチャンとしての名前を付けられていた。このことはモザンビークなどから連行されてきた奴隷たちと同じでインド人としてのアイデンティティを喪失する大きな要因となった。そのことから解放されたインド人奴隷は、ムスリムはケープマレー、それ以外のものは ケープカラードのコミュニティにそれぞれ吸収され、いずれもアフリカンス語を大一言ごとするようになった。ダーバンに初めてインド人労働者が到着した時の様子政当初における、陰境労働者ダーバンの市場で野菜の路上販売を行う、境。居1850年代に当時イギリス領だったナタール植民地の土壌や気候がサトウキビの生育に適していることが明らかになり、 白人によって、プランテーションの開発が推し進められることとなった。しかし、同地における、ズールー人たちは、もともと自給自足や、狩猟と戦士といったアフリカ文化を誤示し続けてきたこともあって、農場での雇用労働には興味を示さなかった。これらの労働力不足の問題を解決すべく、植民地当局は同じく、イギリス領だったインドから年期暴行の希望者を募る。 ことを決断した。1860年に、インド人労働者342名がチェン内を呼び、コルカタからダーバン港に到着したことを皮切りに、同地のサトウキビ農園へ動員されることとなった。当初、サトウキビ農園の年期契約労働者たちは、不衛生な環境での労働と度重なる虐待に、苦しめられ、年期契約が明けたものの多くがインドへ帰国した。その後、 帰国者がインド帝国当局にナタールで奴隷として受けた仕打ちを告発したことから結果としてさらなる年期暴行の募集が行われる前に新たな保障措置が講じられることとなった。当初、植民地当局はインド人たちがナタール植民地に長期にわたって泊まることを想定していなかった。しかし、プランテーションの農園主たちによるロビー活動によって 1911年までに15万2184人の年期契約労働者とその家族が受け入れられたことや、最終的に年期契約が明けたインド人の半数弱がナタールに泊まり続けたこともあって、1904年に同地における隠居の人口は白人を上回るようになった。ナタール植民地に泊まった隠居たちは、同地の重要な労働力として、 特に工場や鉄道事業においては欠かせない存在となった。園芸農業や漁業への従事者も多く、白人が消費する野菜のほとんどを隠居が栽培するようになった。また、郵便局員や法廷通訳人となった者も少数ながら存在した。ダーバンにあるジュマ・マスジット・モスク1870年代からは、グジャラート州出身の裕福なムスリムを中心とする者たちが、 新天地での正規を求めて1910年に南アフリカ連邦が成立するまでに年期契約労働者とは異なるイギリス新民たる旅客インド人として約3万人から4万人がナタール植民地へ自費で渡航するようになった。ムスリムは自身たちが定住した土地でイスラム教を樹立する上で重要な役割を果たした。また、隠居の商人たちは その服装やムスリムが多いこともあって、アラブ商人と呼称されるようになった。当初ターバンで活動していた旅客インド人たちの一部は、1880年代、初頭から金やダイヤモンドの採掘で、活気つき始めていたトランスバール共和国やケープ、植民地への移動をはじめ、これらの場で、陰境コミュニティを築くようになった。ナタールに泊まった隠居の商人たちは、 1885年には、同地で42も及ぶ商店を立ち上げ、同胞や先住民の顧客を多く獲得することに成功したが、結果として白人の同業者の反感を買うこととなり、1890年代には、陰境の商売活動を制限する法律が制定されるようになった。ナタール陰境は、ナタールにおいて、居住、商売、 賛成の権利を制限される法律と戦うことを余儀なくされた。マハトマガンディは1893年に弁護士として南アフリカに到着した直後に白人からクーリー扱いされる人種差別を経験し、このことが翌1894年にナタールインド人会議を設立するきっかけとなった。この組織化された抵抗運動は 同地における陰境の多くの団体の統一につながったが、1895年には、年期契約を終えた後も、ナタールへの居住を希望する陰境に対して、毎年3ポンドの人頭税を課す、移民法改正法。1896年には、ナタールに住む陰境から賛成権を剥奪する、フランチャイズ法改正法。1897年には、ナタールに到着したインド人に対して、 英語の能力に問題がないことを証明するテストを実施する移民制限法などが相次いで可決されることとなった。トランスバールボア人によるトランスバール共和国政府は1885年にすべてのアジア人の居住地を管理し、不動産の所有を制限するための登録制度の導入と25ポンドの初回登録料の支払いの義務化。 拒否した者への罰金刑もしくは投獄を定めた法律を制定した。同法の施行は長らく延期されていたが、第二次法は戦争終結後の1903年に同地を統治するようになったイギリス直轄のトランスバール植民地政府によって施行されることとなり、1906年には登録の際に指紋の夏印まで義務付けられることとなった。また、隠居は、 高山での労働を禁じられ、国内の様々な場所に、陰境を含めたクーリーの居住区も定められることとなった。ケープ植民地ケープ植民地に移住した、旅客インド人は、少なからず差別に会うこともあったが、居住、商売、賛成面においては、概ね自由が認められていた。ムスリム男性の多くは、ケープマレーの女性と結婚し、その子孫たちは後にカラードたるケープマレーとして、 分類されることとなった。オレンジ自由国オレンジ自由国では、1891年に成立した法律によって、陰境の居住が禁じられた。これによって、陰境は、同地から完全に締め出され、アパルトヘイト施政下でもこの状況は続いた。1910年代に入ると、ガンディーたちは新たに成立した、南アフリカ連邦政府の間で、 陰境に差別的な扱いを解消するよう交渉を続けた。結果として、1914年にインド人救済法が可決され、人道税の支払い義務をはじめとする陰境に対する差別的な規定が廃止され、これに伴う形でガンディはインドへ帰国した。一方で、連邦政府はインド帝国当局と連携し、1920年代後半から陰境に、 インドへの帰国希望者を募り始めたものの、応じる者は予想より少ない結果となり、1940年代に入ると陰境と白人の間には緊張が高まり始めた。1949年1月13日から15日にかけてダーバンでズールー人による陰境を標的とした暴動が発生し、貧困層を中心とした隠居142人が殺害され、 1087人が負傷した。また商店が58件、住宅が247件、工場が1件破壊された。1946年にはアジア人土地保有権及びインド人代表法が制定され、陰境は人種隔離の対象とされることとなった。1950年に発布された集団地域法などのアパルトヘイト処方によって、陰境は 政府が定めたタウンシップへ強制的に移住させられ移動も制限された。隠居はオレンジ自由州に居住することを許可されておらず、同州へ出入りするためにも特別な許可が必要だった。また、隠居の子供たちはカラードと同様に白人と比して質の低い教育しか受けられなかった。また、アパルトヘイト時代の隠居はその多くが 年季望空労働者の末裔であることから、クーリーという別称で呼ばれ、アパルトヘイトが撤廃された現在でもその名残があるという。1961年に、南アフリカ政府は隠居に永住権を付与することを決定し、正式に南アフリカ国民として認めると同時に、隠居問題省を設立し、白人の大臣をその任に当てることとなった。 1961年には、ダーバン沖にある、ソールズベリー島の背景無所に、隠居のための大学が開校したが、学生たちは、本土からフェリーに乗船するか、島内にあるホステルで生活する、といった形での通学を余儀なくされていた。1972年に入ると、政府出資による本格的な隠居を向け高等教育機関となる。 ダーバンウエストビル大学が設立されることとなった。1968年には、陰境代表評議会が設立され、政府と隠居の橋渡し役として機能した。1974年には、大議員の半数が、陰境自身によって選出されるように、法改定されたが、多くの隠居たちは、評議会の活動に関心を示さず、1981年に実施された。 協議会選挙の投票率はわずか6%にとどまった。1983年に新憲法が制定され、カラードと陰境に対して限定的ではあるものの賛成権を付与することが認められ、人種別参院制議会が成立することとなった。しかし、この審議会は、党のカラードと陰境たちからは、ほとんど支持を得られず、1984年の 総選挙での投票率も16.2%にしか満たなかった。これらの方策は南アフリカにおける全国民に選挙権を認めるべきだとする国際社会からの圧力もあり、1990年から段階的に廃止されるようになった。多くの陰境は反アパルトヘイト闘争において多大な影響を及ぼし、その一部はアパルトヘイト撤廃後に 政権与党となったアフリカ民族会議の主要幹部等の支配層を占めるようになった。そのため、1994年以前に南アフリカ国民であった陰境は、アパルトヘイト施政下ではカラードより優遇された中間支配層であったにもかかわらず、アファーマティブアクションとしての黒人経済力強化政策の対象と扱われるようになった。これにより、 アパルトヘイト撤廃直前の1990年代諸島は8%、前後だった隠居の貧困率は2000年には5%を下回るまでになった。アパルトヘイト撤廃後はインドパキスタンバングラデシュから新たな移民が流入するようになった。彼らはそのほとんどが昔ながらの隠居の居住区に住んでいるが、 伝統的な隠居コミュニティの一部とは異なる存在として扱われているという。こうした新たなインド系移民の中でも1993年にウッタルプラデーシュ州からヨハネスブルグへ移住したグップタケはジェイコブズマ前大統領の在任中に政治、経済の両面で絶大な影響力を勝ち得ることに成功した。ありがとうございます。